日ンズリーグ2023-24のグレープステージの組み合わせが決定したので、ちょっと見ていこうと思いますと、死の組はどこなのか、日本人の所属するチームはどうなのかっていう。まず、これ、やっぱあれだよね、ポット2のレアル・マドリッド、それからマチェサユナイテッド、アトレティコ、インテル、それからポット3のミラン・ラツィオ、このあたり引いたら地獄、あとポット4のニューカッスルかな。うん。ということで、死の組はどう考えても、ここです。F です。F やばい。 まあ、全体的に見ていくと、ポえっ、ー、と、A グループ、バイエルンとマンチェスター以外は、まあ、うんってわかんないかな。これでね、マンチェスターが落ちるようだったら、よっぽど舐めたチーム作りしてるんじゃないのかなっていうぐらい、これは A グループは楽勝かな。バイエルンは落ちることないでしょ、とハリケーンも入ったし。で、B グループ、これ、アーセナル、ちょっとこれ厳しいんじゃないのかな。結構きついと思うよ、ここ。うん、死の組というほどではないんだけど、 セビージャってあれでしょ ?EL 優勝の回数を多くて、で、ついにこっち来たかっていうね。うん。で、ペースハーもそんなに弱くはないし、えー、RC レンス。ここちょっとモ者でしょだから、B ちょっと危ないかもしれないっていうね。で、C。うーん、C、ブラガ、ユニオンベ、えユニオンベルリンここあー、C グループもちょっと厳しいな、これ。うん、レアルが確実抜けれるかどうかはちょっと怪しくて、 まあ、ナポリーの方が可能なのかなレアル今ちょっと怪我人が続出してるから、で、ウニオンベルリンのあの、強度の高い、インテンシティの高いサッカーで来られたら、ひょっとしたら、うん、ちょっと落ちるかもしれないと。まあ、C グループがね、うーん、ウニオンベルリンとブラカがちょっと不気味だなと。で、D グループ、ベンフィカ、インテル、ザルツブルク、ソシエダ。 うん、なんていうか、ベンフィカとインテルが、まあ、硬いんだろうけど、ソシエダちょっとないかなうん、シルバーもいなくなってるし、戦力補強もうまくいってないし。で、ザルツブルグは、まあ、ちょっと格が落ちるので、これはインテル、ベンフィカで硬いと。で、E グループ、日本人がいるとこね。あー、ちなみにソシエダ、久保君と。えー、ラッツヨーカマーダー、セルティックがいっぱいいると。で、不法なんです。あ、フェイエノルトン、上田綺瀬いるんじゃんうん。 で、これ、不法なんですが、多分ね、うーん、アトレティコがトップ通過して、で、どこが来るのかなっていう、アトレティコ一強で三弱状態かな、これ。うん、ラツィもチーム状況良くないし、下手したらこれ、フェイエ・ノールとか来るんじゃないっていう。フェイエね、案外このポルトガル、オランダのトップチームって舐めちゃいけなくて。 うーん、ひょっとしたらひょっとすると。はい、次 F。これ地獄です。ここ地獄です。本当に地獄です。ドルトムントが一番マシなのかなここにね、ポット2にね、レアル・マドリッドかアーセナルかユナイテッド来てたら、またアトリティコ、地獄だったと思う。インテルムか。うーん、まずパリ・サンジェルマンが一番弱い可能性があるよね。この中だと。 で、ニューカッスルが一番強いのかなで、AC ミランがその次に来てドルトムーンと、だから、強い順で言うとニューカッスル、ミラン、ボルシア、ドルトムーンとパリ・サンジェルマン。パリ・サンジェルマン今ゴタゴタしてるからねっていう、ムバッペが出てきてもっていうとこかなっていう。 うん。で、G グループ。えー、っと、これは、シティとライプツヒ。ライプツヒじゃねえやライプツヒか。うん。レッドブルグループが2つも3つもあってね。ほんと混乱しやすいというか、本当にもう、ライプツヒ。レッドブルグループか。いい加減にしてくれっていうね。この RP ってレッドブルのことでしょうん。企業名入れちゃダメなんだかれ入れるなよって思いつつもね。まあまあまあ、で、このライプツヒかなり強い方だから、まあ、うん。2強ですね、ここは。完全に。えー、シティと、 ライブツヒでも動かないはい、次。えー、っと、ウクライナのチーム入ってきたんだ。へえどうやって参加したんだろう。うん。まあ、H グループはね、まあ見るまでもなく、バルサとポルソの、ポルトの2強なんで、このね、マジでポルトガルのね、強豪チーム舐めちゃいけなくて、意外と強いんだよね、これ。ポルト、ベンフィカ、えー、っと、ブラガーともかくようかんか、あの、スポルティング、モリタがいるとこの。 うん、特にベンフィカ強いと思うよ、うん。ということで、まあ、A グループから H グループはねざーっと見ていったんですが、うん、結構きついグループと楽勝なグループで分かれてるかなと。まあ、楽勝なグループはね、まず A でしょ、それから H でしょ、それから G でしょ、うん。で、残ったところはちょっと混戦するかもしれないっていうね。うん、レアル・マドリッドこれ大丈夫かな怪我人も続出してるし。 うーんということでね、誰か補強した方がいいんじゃないですかと思いつつも、まあ、えー、っと、楽しんでいきましょうと。